さあそしてルーキーの高山、先ほど内野安打でオールスター初ヒット。高山という選手を改めて注目をしていきたいんですが、稲葉さん、どんなところがいいバッターですか？あの広角に打てますよね、はい、あのどうしてもこうプロの球でこの速い球で力強く打ちたいというなると、ちょっとこうセンターからライト方向、まあ、引っ張るような打ち方に なりがちなんですけども、まあ、強引にならない、本当にセンター返しも基本ですよね、はい、ここを中心にこう打てるバッターですよね、はい。あとは内野安打の数もね、実はリーグトップというこの高山、オールスターでも初ヒットは内野安打でした。マーティンの変化球、審判カメラでご覧いただいています。まあ、今回選手たちにアンケートでいろいろなことをお聞きしまして、この他の出場選手で超一流だと思うプレーは何ですかという、高山はあの菅野さんのスライダーだというふうにね答えてましたね。本当に驚いたというふうに答えています。超一流の選手を相手にこうルーキーながら一軍でプレーを続ける高山です。マーティンのインサイドの速いボールでした。一、二塁間です。深いところ、浅村追いつく、一塁投げました。マーティン指がちょっと心配されましたが、ここはしっかりと抑えました。7回の表、セントラルリーグは得点なし。マーティンが今ベンチに帰ってくるというところなんですが。